私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンプリ平野紫耀が公演中に目が覚めた、する岸型キング、リンチェプリンスポヒューオーモングス反響反響。視聴者からは、朝から2曲も見られて嬉しい、かっこよかった、最高のパフォーマンスなど多くの反響が寄せられている。岸型平野紫耀、パフォーマンス中にハプニング。楽曲、一番、と同日発売の新曲、トラサとレイス、のパフォーマンスのために、同番組に生出演したキング、リンチェプリンス。トラサとレイス、は特別セットで事前に収録した VTR を放送。曲の途中からは、水の張られたステージでパフォーマンスした。VTR 終了後、収録の裏側について語る場面も、水の張られたステージでのリハーサル中、曲が始まってすぐに平野が足を滑らせ転倒してしまったことを明かした。その時の映像では、転倒し濡れてしまった平野に他のメンバーが、紫耀、早いって、と次々に声を上げると平野はバカ滑る、と驚いた様子。撮影は深夜1時に行われていたことから、平野は、やっと目が覚めた、とユーモアたっぷりに語った。スタジオで、これについて平野が、夏プールとか行けてないので、思い出作っていただいて、すごく気持ちよかったです、と語ると、笑いに包まれていた。キング、リンチェプリンス14日日本テレビ KE で、ZIP。毎週月から金朝5時50分、からに生出演。平野紫耀がパフォーマンス中のハプニングを明かした。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。